はい、どうもコミです。さて、本日はつむぎ組さんからお届けしてまいります。ですね、今日は、ちょっと昔、昔って言っても半年、1年経たないぐらい前かな、タウンホール12でもう反則級に強いっていう風に、言われていた、天才ドラゴンっていう、戦術があるんですね。ライトニングを打ってから、ドラゴンをドバーって出す。これタウンホール11で結構、もうそれこそ反則級でしたね。これさえやってればもう全開取れるんじゃないのぐらいに、恐れられていた戦術なんですけども、これのタウンホール12バージョンというのを見ていきたいというふうに思います。で、どんな戦術かっていうとですね、簡単にまずは動画見た方が早いと思うので行ってみたいんですが、こんな感じですね。これ。回転陣さんがやっているこのアタックがそうなんですけども、対空砲ってね、タウンホール12において、クエイク1発プラスのライトニング2発で折れるんですね。で、これをまず折っていきます。こんな感じ。ライトニング2発のクエイク1発。で、こっちもそうね。これ、ライトニング2発で、クエイク1発。で、折っていくんですけども、この時ね、多分ね、デンデンさん少し、ガチ戦でもね、これ練習戦で少し、手を抜いたかもしれないですね。この、アーチャートとかに一緒にかけちゃうと結構、対空火力が一気に落ちていいんですけども、ここは、外側のね、迫撃をカットすると、ドラゴンが外周に広がりにくくなるっていう面もあるんで、そういうところも狙ってるかもしれませんが、選択を、迫撃の方にしましたね。で、こんな感じでいくんですね。ドラゴンって、マルチインフェルノはそんなに怖くはないんですよ。体力が高いから。で、おまけにこう、トームが序盤でかけられると、ドラゴンたちがもう前半部分でほぼほぼダメージ受ける要素がなくなるんですね。だからトームが遅れた、だいぶなんか、デネさん今回ミスっているな。おお、ちょっと、突撃機関がタウンホール届く前に破裂しましたね。これは多分だいぶミスってんな。だいぶミスってるんですけども、エアスイーパーにね、1本もドラゴンが当たってないのが分かりますかね。エアスイーパー全部書くと、ここと、ここかな、ここと、こことここにあったんですよ。こういう風に。なんですけども、これライトニングで折っちゃって、こっちはヒーローで折っちゃってるから、ヒーローで折っちゃってるから、これとこれはね、ドラゴンたちが当たる対空砲が1本もないんですよね。で、そうなると、要するにドラゴンを倒せるその防衛がないわけじゃないですか。あと、対空の効果力って言ったら、防衛軍、タウンホールのギガテスラ、あとグランドオーデンソーぐらいですかね。アーチャークイーンもいますけど、相手の。その辺なんですけども、そういうのも全部このヒーローで処理してるんですね。これ、アーチャークイーン、相手のアーチャークイーンをヒーローで処理しちゃって、で、それと同時に対空砲もアーチャークイーンで殴り落ちちゃってるんで、もうドラゴンたちが止まる要素がないんです。こんな感じなんですね。突撃艦へのトームが遅れて、タウンホール壊し損ねているにもかかわらず、これだけの余力が残っちゃうわけですよ。これ恐るべき戦術じゃないですか。マジで。これ完璧に決めたら、もっと余裕になっちゃうっていう。だからもう、多分、デンデンさん、これプラン見た瞬間に勝ったと思ったのかもしれないですね。だいぶ、その、細かいところもガチ戦だったら絶対にこだわるんですけど、ある程度こう、緩くやってもできちゃうというところですね。で、コツなんですけども、どこの対空砲でもいいから折ればいいっていうわけでもないんですね。まず、やるときに注目すべきは、僕どっちかというとヒーローのパートをどこに使うか。つまり、このアーチャークイーンとババリアンキングですね。これをどこに使うかなんですけども、使うべきポイントっていくつか考えられると思うんですね。タウンホールを殴っていく。これが候補1かもしれないですね。で、候補2は、相手のアーチャークイーンを潰していく。これ候補2。で、イーグル砲を潰していく。候補3。さらに、これ、対空砲を殴り壊し。これ候補4ですね。大体こんなもんですよね。防衛具に関しては、できればこれ、ヒーローで触らない方がいいんですよね。触っちゃうと、例えばラバーハウンドとか、空に反応しない援軍が入ってた場合に、それ釣っちゃって損するんで、あんま触らない方がいいんですけども。ってなると、今言ったこの4つぐらいなわけですよ。あと、シングルインフェルノがあったら、シングルインフェルノっていうのも、一応選択肢かな。はい。こんな風になってますね。そうすると、パッと見て、真ん中でこう割った時に、左側のここ、この部分のバリューがすげえでかいなと思いません？こういう風に見ると。なので、デンデンさん、ここにヒーローをぶち込んでいったんですね。ヒーローをまず、ここに、ざっくりですよ。この辺にヒーローを使っていきましょうと。
対空砲折れ、イーグル折れて、アーチャークイーンも倒せる、まあまあ、ワンチャンエアスイーパーも潰せますよねっていうことで美味しいわけですね。でそうすると残った対空砲ってこれとこれなんですね。だからこれにちゃんと笛いくとライトニングを当てていくという方法を取ってるっていうのが今回の、攻めになります。まあ、こんな感じでヒーローカートを決めてから、そこで処理しきれない対空砲にライトニングを当てていく。で、まあ、当てる時にもなるべく周りの施設を多くね、こう、巻き込んでいくようなところに打っていくっていうことを意識すると、だいぶタウンホール12においてはあのアドバンテージが取れる、ドラゴンアタックになってくるのかなというところですね。でもう一本ちょっとね見ていきたいというふうに思いますが、タウンホール12のこれライドさんですねのアタック見ていきましょう。なんかね最近ねパイロット名で呼ぶか、このなんていうのかな、このアカウント名で呼ぶかすごい悩むんだけど、まあ、急にパイロット名で呼んじゃったりするとね、あの見てる方誰のこと言ってんだとか思っちゃうかもしれないね。一応もうこの最近はすいません、アカウント名で呼ぶことに統一しております。麦の皆さん、あのおいおいって思ってたかもしれないけども、そういうことです。はい、あえてやってますね、ここはね。で、こんな感じでまずライトニング2発プラスクエイクで折っていきますね。で、さらにこういうさ、対空砲、こういうのってさ、普通に、なんだっけ、ロケットバルーンで折れちゃうんですよね。ってなってくると、ここにヒーローを当てていくっていう発想になるわけなんですけど、これね、ちょっとね、考え方として、まあ、最後また、プランニングのところを見ていこうと思うんですけども、まあ、一番バリューがあって美味しいのはここなんですよね。アーチャークイーンとエアスイーパー、さらにイーグル砲もあるから。まあ、だけどもっていうことなんですよ。ここに、入れていくのも一手なんだけども、今見てわかる通り、ここまでね、ヒーロー伸ばせないのよね、なかなか。ほら、こんな感じで。いや、途中で怒っちゃうじゃないですか。なんで、そこまであえて無理やり見るんじゃなくって、手前で押してもいいようなプランを作っています。言ってる意味わかりますかね。真ん中潰せなかったんですけども、潰せなくてもいい感じになってるんですよね。ドラゴンたちの進軍ルートがこういう風になってるんです、これ。こういう風に。なので、序盤広めに出しておいて、それが狭まっていくんです、こういう風に。で、そのまま終盤まで持っていける。こういう風にね。こういうようなルート作りをしているってことですね。なんで、一旦ドラゴンがばらけてしまったりしないように、真ん中の部屋にこう集中するようにね、ここのカットをしているということですね。で、まあ、そこのカットをしながらもどういうことが起こっているのかってところも見ていきたいんですけども、これ、対空砲多分これ、壊し損ねですね。危なかったかもしれない。これ壊せないと結構痛いことになるんで。で、ロックボマーを突破兵器に使っていますけども、その中にはドラゴンライダーが入っていますね。はい。で、これね、タンホール13とか14使ってる人は結構忘れがちになるんだけども、実はタンホール12にはすごい重要なポイントがあって、タンホールの、破壊力っていうのが13や14に比べて圧倒的に低いんですね。ギガテスラって一応タンホール12では、主力の防衛ではあるんですけども、何せ壊れた後のその爆破に付属する効果があんまないんですよ。13とかだと、スロー効果ですね。まあ、フリーズ効果っていうのかな、がかかってきたり、タンホール14だともうギガポイズンですね。超強烈なダメージを与えてきながら、攻撃速度も移動速度も低下しちゃうっていう現象が起こるわけなんですけど、それがないんですよね。なんで、タウンホール側から攻めれちゃうっていう利点があります。で、それを思いっきり綺麗に使って、この、圧倒的な全開を取ってるということですね。はい。で、もう一回見ていくと、もうここね、ロケットバルーンで壊さなくてもいけたかもしれないんですけどね。こっちにこう入っていって、この部分を潰す。で、マルチインフェルノをこう潰していくことによって、で、さらに防衛具も処理できますよね。で、これをまとめてやっておくと。で、そうすることによって、残った対空砲はこれとこれとこれですよね。で、まずなんでこのうちの、これとこれを選んだかっていうのを説明すると、まず一つ目、奥側を選んでる理由は簡単です。終盤に対空砲が残ってると、この辺の、金庫とか、
ダクエリのタンクとかをドラゴンが殴っている間に対空砲がバン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 撃ってくるんですね。でそれが体力マックスのドラゴンならなんとか耐えれる場面がだったとしても、終盤って結構爆弾とか受けてダメージ受けてるんですよ、削られてるんですよね。そうすると対空砲に届く前にゴリゴリやられちゃって怒っちゃうんですね、ドラゴンが全部。なんで終盤の対空砲はもう序盤のうちに、ライトニングで折っておく、これ鉄則ですね。でもう一本、なんでここなのかっていう話ですね。ここに関してはシンプルにこれサイドカット効果になるんですね。アーチャー塔と対空砲がこれ隣接してるんで、これまとめてこれ落ちちゃうと、まあ、この辺って別に無条件で、例えばまあガゴとかウィザードでも削れちゃうような領域なわけですよね。なのでドラゴンがこっち回ってもいいんですけども、まあ、いずれにせよこの辺一帯が全部削れるわけですよ、フライユニットを使って一気に。でそうなってくるとこっちね縮小したいんですけども、ここが削れてるもんだからこういう風にドラゴンが進軍できるわけなんですね。こういう風に分かりますよね。こっちに触れちゃうと外周に回っちゃうんですけど、そうさせないっていうことですね。はい、ドラゴン序盤出す面はある程度狭く保っておいて、全部にトームをかけながらタウンホールの攻撃、あとは爆破ダメージをトーム中に回避することさえできてしまえば、あと全部もう余力で押し切れちゃうので、それをするためにここの3次側のいらない区画、まあ、要するに邪魔な区画をカットしちゃおうっていうことなんですね。これがポイントになります。最後対空砲をね、何度も言うとこれ残っちゃったのは予想外の展開だったと思うんですけども、まあ、残ってしまったもののですよね、見てもらっての通りものすごい大量のドラゴンが最後残っているので、あれだけの余力がもう残って、回し切ることができれば、まあ、いかにこの戦術っていうのが理にかなっていて強いかが分かってもらえるかなと思います。まあ、何せレベルマックスの、ライトニングとクエイクをタウンホール12で使えるわけですから、まあ、これタウンホール13、14でも全然、現役のね、攻め方なので、この天才っていう、テクニックは。12でそれが強いのは、まあ、まあ、自明というかですね、いうところかなというふうに思います。で、ラスト。まあ、ちょっと比較例として見てほしいんですけども、ネクロボーラーをやる場合っていうのはまたこれと少し考え方が違うんですよね。クエイク一発、ライトニング4発でマルチインフェルノを追っていきます。これ、ね、ドラゴンとは全然考え方が違うので、ここをちょっと要注意ですね。なんだ、まあ、結構慣れてる方、だって僕のチャンネルよく見てくださってる方は、まあ、そこら辺抑えてくれてるじゃないかなと思うんですけども、ユニットによって何が得意な防衛施設で何が苦手かって全然違うんですね。で、対空砲はもうとにかくドラゴン苦手だけど、マルチインフェルノはドラゴン得意なわけなんですよね。なので、これを、多く残しておくと、ドラゴンを別に、なんていうか、それを自分で殴っていってくれるので、あえてライトニングで壊す必要がないんですけど、はたまた、ネクロラッシュの場合って、この、スケルトンたちをね、あとネクロマンサー本体をマルチインフェルノがゴンゴン焼いていってくれちゃう。で、かつマルチインフェルノって、結構ね、この壁の外側から、この壁のね、外側から、こう、居抜けないところに、あったりするわけですよ、こういうところに。なんでそこに対して壁に穴を開けてアプローチしていこうっていうことを考えるよりも、ライトニングでもあらかじめ折ってしまった方が、その区画も丸ごと無視できるし、お得なことが多いんですね。なんで、ネクロを使う場合っていうのはこんな風に、壁の中に囲われたマルチインフェルノっていうのを特にも狙い撃ちしていきますが、一方で、ドラゴンラッシュする場合にはマルチインフェルノはもう完全に無視で大丈夫です。でその代わり対空砲、あとエアスイーパーですね、この辺をなるべく、天才で折っていくっていうのがおすすめな使い方になっていきます。で、まあ、さっきちょっと対空砲に関して巻き込んでいくような打ち場所っていうのを選ぶだ方がいいですよって話をしたんですけども、エアスイーパーと対空砲がまとめてライトニングで折れる場合にはそこを起点にプラン考えちゃってもいいかもしれないですね。今回の、相手の配置っていうのはさすがにそこまで密集というか、まあ、施設の密集、対空の防衛の密集がなかったんですけども、こんな感じですね。エアスイーパーとこれ対空砲が結構ね、ライトニングの効果範囲内にあったりする場合も、甘い配置とかだったりするんですね。でそういう場合には、
まあ、例えばそこの、この部分だとしましょうか。この部分をライトニングで壊しちゃいますと。で、もう壊すことを前提に、じゃあ、それ以外でヒーローのアドが取れる場所ってどこかなっていうことを考えていくみたいなパターンが結構ね、良かったりします。これだと分かりにくいから、まあ、例えばこの辺、この辺にエアスイと対空まとめて、ライトニングで降りれるという場合には、じゃあどうするかって言ったら、ここタウンホールにこう突っ込ましていっちゃって、で、ここの辺の、大砲とかいうところを、まあ、ビビドラとかでカットしていって、こんな風ですね。で、ドラゴンをここから展開していくみたいな、こんな風にゴーンって。そんなようなパターンも取れますよね。こんな風に。ある程度こっちも、ビビドラとかで削っちゃって、ここも削っちゃって、で、このラインに一気にドラゴンを通していくとか、そういうようなプランニングもできます。なので、なるべくですね、天才で、明らかにも対空防衛がまとめて壊せる場合にはそれを前提にプランを考える。で、一方でもこの攻めをしようっていう風にある程度決めて村を見るんだったら、ヒーローでアドバンテージが取りやすいエリアっていうのを先に探す。今回のデンデンさんだったらそうですね、ニーグルと対空砲のここのところっていうのがヒーローでも壊しやすいことが、壊して、空の防衛火力を下げることができるということがもう分かってるので、明らかなんで、そこに対してもヒーローを刺していってから、残った対空砲がどこにあるのかっていうことを考えていく。で、そこにライティングを打っていくというようなね、順番で考えていくっていう形ですね。まあ、この辺の、プランニングの順番っていうのが、ある程度、まあ、自分の、なんていうのかな、その、経験値になっていると、いざ、村を見て、プランを組むときにもそんなに迷わずに済むと思うので、ぜひですね、参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、タウンホール12における、天才ドラゴン、これを見ていきました。いかがでしたでしょうか？結構ですね、これ本当にって、まあ本当に強いので、タウンホール13、14でもドラゴンってまだまだ現役で使えるユニットですから、ドラゴンを使った攻め、もうまず始めてみたいとか思っている方は、もう本当に今タウンホール12だったら天才ドラゴン、これから入るのがすごくおすすめです。ぜひね、試してみてもらえたらというふうに思います。で、最後になりますが、私のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。今回タウンホール12でしたけども、13、14と幅広くやっておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。